日本三重県滝多滝町大岡大岡は、三重県滝多滝町の地名。滝町役場が置かれ、道町の中心集落となっている。滝町の中央よりやや北寄りに位置する。串田川中流域の平坦地にあり、半農半商の地域で、宅地が広がる。北は、松坂市伊沢町、東は、滝町、荒巻、大岡台、南は、滝町五砂、西山。 新田、平屋、西は、滝町四匹殿に接する。大川、大川一区と大川二区に分かれ、滝町当局は、別大技として扱っている。一区と二区は、三重県道160号松坂滝線を境とし、東側が二区、西側が一区である。大川一区上大川とも称する。地区のほぼ全域が平野である。三重県道421号。 清和に国松坂線に沿って集落が形成され、宿場町の景観が残る。大家に区下大家とも称する。地区の北半分は平野であり、中央に大家駅が、南部に滝町役場がある。南東部には大家大ニュータウンが造成され、独立した大技となった。大家一区同様、宿場町の歴史的景観が県道421号沿線に残る。 滝町の採入の主要な位置を占めるシャープ三重工場、進出、通称滝工場が地区の東部に立地し、周辺域に滝工業団地を形成する。シャープ進出以前の中心産業は商業や公務といった第三次産業と農業であった。古くは縄文時代の土器が見つかっており、太古の時代より人々の集まる地域であったことが伺える。 平安時代の和名将に滝群七号の一つとして大風里が登場する。当時の数点の古書には、あののかと読みが振られている。大風里には、伊勢神宮の送り屋や,や当時、金長谷寺、宝楽寺の荘園が点在し、上里性の土地割や上里性地名が今も残る。大風里の名は、江戸時代まで使われ、天正19年5月11日の、 豊臣秀吉主因城に、大家八百二十国の主院地をごし、上部、腰中守に与えると記録されている。なお、大家号は、現在の大家地区よりも広い範囲を指していた。江戸時代には、滝郡四匹田組に属し、紀州藩、田丸領下空上部大部領下空春木大部領の愛窮地となり、領有関係が複雑であった。 当時の地名として、大岡村とする者と、大岡上村、大岡下村とする者が見られる。熊野街道、伊勢本街道、伊勢南街道が交わる、交通の要所であることから、宿場や商家が栄え、江戸に支店を持つ山和屋や大黒屋なども現れた。また、大小の神社仏閣も賑わい、さらに貸しとしても、発達、串田川下流から食塩などの物資が送られたほか、 対岸の伊沢村との間に私船も就航していた。三重県立大岡高等学校、明治時代になると、大岡は、滝郡の中心となり、1873年に、小学校と大岡郵便取扱所、1879年に、滝郡役所、1880年に、山田警察署大岡文書廃止、1897年に、大岡税務署、1907年に、 大岡村、津田村、伊沢村組合立滝実業学校が相次いで設置されたほか、銀行の支店も多かった。1889年の町村政志向の際には、周辺の7、村と合併して、大岡村となり、村の中心となった。さらに1919 19年には、大岡町に昇格した。村発足当初は、伊沢、中満。 二位国との間の水運の中心であったが、1922年に乗り合いバスが設定され、大淀、西宮、乳を結ぶバス交通の中心となった。毎年1月27日には大菓市が開かれ、50ほどの露店や川遊びの屋形船が出たりと賑わった。1895年発行の大日本管轄分地図三重県総論の滝群の河では、 大角について以下のように記している。この地は、和歌山街道と熊野街道の岐路にあたれば、群中、第一の賑やかなる地にて、軍役所警察署等ありこのことからも、繁栄ぶりが伺える。また1931年発行の大日本職業別名サイズには、大歌町の主街図が掲載され、町役場、警察署、郵便局、裁判所出張所 実業学校、産地試験場、家畜市場といった公共機関に加え、仕込み図形、港や銀行2点、餅や牛乳や写真展などの商店が描かれている。第二次世界大戦後は松阪市への交通の便が良くなったことで、滝郡の中心としての性格は弱まったが、今もなお滝町の政治、経済、 文化の中心であり続けている。大賀市1955年頃まで、旧伊勢本街道で、毎年1月27日に開かれていた、定期市。ヤシ仲間と呼ばれる滝町と松坂市の業者集団が50件ほどの露店を出し、出店場所は9時による抽選が行われた。取扱い商品は、食品、日用品などで、見せ物小屋も出た。 1> 翌1月28日には、串田川対岸の松坂市中満町に場所を移し、同業者により、中満市が開かれた。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。1889年以降の人口の推移。なお、1995年以後は、国勢調査による推移。 1889年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は、国勢調査による推移。公立の小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。シャープ三重工場、中京民族14ページから19ページでは、多気町の一大技を一地区として扱っている。そこで王家は、王家一区と王家二区で、別個の扱いとなっている。 大家地区近隣の三匹殿、四匹殿、佐奈地区など最も、現在の大家に、警察署はなく、松坂警察署の管轄になっている。三重県滝郡滝町の町邸、帝、あざ一覧。人口統計ラボ。2019年9月16日閲覧。ABCD、平成27年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数長々。 アザト、総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、大家の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。ABCD、門川日本地名大辞典編纂委員会1983。 P236 十六角川日本知名大事典編纂委員会 1983P1443 中京大学郷土研究会 1981P15ABCD 中京大学郷土研究会 1981P429 中京大学郷土研究会1981ピアニッシモ 1516ABCDEFG 角川日本地名大辞典編さ委員会 1983P237 地図資料編さ会 1987P73ABC 中京大学強度研究会 1981P26 中京大学強度研究会 1981P27 掘り 100ページ三重県神社町三重県神社町、狂犬委員会愛知家城神社 AB、平成7年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと。総務省統計局。2019年8月16日閲覧。AB、平成12年国勢調査の調査結果引く、男女別人口及び、世帯数調長,長、あざと。 総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成17年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調長あざと、総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成22年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数調長あざと、 総務省統計局。2019年8月16日閲覧。小中学校別通学区域。滝町。2019年9月16日閲覧。AB 亀井2016。ピアニッシモ18。184。186。187。AB 亀井2016。P187。郵便番号簿2018年度版。日本郵便。 2019年6月10日閲覧、ありがとうございます。